はい、山田でございます。聞こえますでしょうか。ちょっとね、雑音がうるさいので、聞かなくていいです。聞かなくていい回でございます。それでね、今日朝1本撮ったんですけど、実はちょっと品質がいまいちで、アップしないです、朝撮ったやつは。ですので今日が初めての更新で、今まで、まあ、今年入ってからおそらく毎日アップしてたんですけど、ギリしょうがないから音声だけで、ね、撮ってます。一応ね、やるって決めたことはやらなきゃいけないので、そういうわけでございます。聞こえにくかったらもう停止ボタンを押してくださいな。で、まあ、メンズエステの店長をやらせていただいております。ちょっとね、だいぶ多忙にしてまして申し訳ございません。ただね、やっぱりメンズエステのニーズはあるかと思っております。風俗化していかなくてもね、ニーズは確実にあります。やっぱり癒しのニーズ、ね、今日お会いした方、またお話ししますけれども、やっぱ社会貢献になるんじゃないかと思っていただいている、いただいてるって変だですね、思っていらっしゃるって感じですかね。なのでやっぱメンズエステ、心のある経営者、心のあるセラピストさんが引き続きね、運営していったらよろしいかと思いますし、今頑張ってらっしゃる方たちもいらっしゃると思うので、それは引き続きね、頑張っていったらよろしいかと、というか意味わかんないですね。まあだから、申し訳ございませんということで、まあね、だから本当にやっぱり癒しが必要な方、頑張っていらっしゃる方、そういう方たちに向けてね、やっぱり頑張って運営は続けていった方がよろしいかと思いますし、僕も含めてですけどね、それがやっぱり経済力にもつながるとも思ってますし、だからこそ違法化していきたくないというね、まあ、自分のとこだけ違法化しなきゃいいんですけども、ね、やっぱエッチな感じの方が皆さんお好きでしょうから、皆さんエッチだからね、だから、まあ、ドキドキ感を提供しつつ、ルール法律は守りつつっていう路線でね、今後も行かせていただきますけれども、分かってくださる方も増えているんじゃないでしょうか。このままだったらね、要は違法化するお店が多いということであれば、教会の発展はないわけですし、それも分かってきていらっしゃると思うので、力を合わせてね、心ある経営者さん、セラピストさん、方とはメンズエステ業界という大きい業界をね、支えていきたいな。僕は力ないからね、もっとリーダーシップ取れるリーダーがね、生まれたらいいと思ってるんですよ。だから僕なんかじゃなくてね、もっと正義感があってリーダーシップが取れる若者、20代後半30代くらいの方が出てこられたらよろしいかと思ってますよ、男性でも女性でも。まあそういうわけでございましてですね、今後も頑張って運営していきたいとは思いますが、聞こえてますでしょうか、ね、まだ4分、まあちょっとこれ今回のこの音声に関してはちょっと上げとかないと気持ちが進まないので、1日上げれないっていうのはちょっとやりきったっていうのがね、1000回やりきったっていうのが欠けてしまうので、自分の中での、自己満ですわ。だからマジで聞かなくていいです。やっぱね、メンズエステ、ドキドキ感というね、まあ見方によってはエロですけれども、それは提供しつつもルール守っていけるしね、そこにチャレンジしていった方がよろしいかと思います。同じ話の繰り返しでございますね。
日ちょっと夜あげたいですけどね。でももう分かんないからね、もはや。でもこの業界を支えていこうというね、方たちが、いや僕はそんなあの器ではないので、偉そうなことは言えないんですけれども、そのきっかけというかね、そういう方が生まれるきっかけ作りをしてるっていう感じでもありますので、なので、誰か気づいてくれたらいいなと思ってます。結構コメントだったり直接連絡いただいたりもしております。ありがたいことでございます。引き続き何かご連絡なり、いただければ僕で分かることはお答えしますが、ちょっといかがなものかっていう内容のコメントだったりには、反応しませんので、それはちょっと拝見はさせていただいておりますけれども、ご容赦ください。オープンな場ですのでね、いたずらと取れるような内容には、僕も真面目にこの YouTube 活動も真面目にやってるつもりなので、コメント反応はしません。申し訳ございません。せっかくね、どんなコメントでもありがたいことでございますけれども、どんな内容でも反応があることっていうのはすごく嬉しいことなんですが、でもそれはちょっとオープンな場でね、することではないかなというのを判断させていただいた際にはね、スルーさせていただきますが、コメントは全部拝見させていただいておりますので、その辺も伝えさせていただきます。ということでね、また夜更新できればね、させていただきますけれども。